ウォンチュー山田裕貴の縦笛教室ってことでね、まずはリコーダーの演奏からお聴きくださいませ。早速それではやらさせていただきます。曲名、歯ぎしりと床ずれと私。ワンツーワンツースリーフォー、ワオ、ヒューヒュー、オーライオーライ、イエイイエイ、うん、エンドルピュッと福ジャガーさんってことで、今のシーンはね、ピュッと福ジャガーさんの3巻にある、知ってるかな、ピュッと福ジャガーさん、ピュッと福ジャガーさんの3巻にある第47回じゃなくて第47回ね、涙に教育番組ブルースっていうあのね回なんですけどもね、このピュッと福ジャガーさんね、あ、このピュッと福ジャガーさんね、僕のおすすめってことで一体何人おすすめがいるっていうか、僕のおすすめするキャラってさ、だからあの古いの若いのはねで、まあこのキャラもね、僕の大ファンのキャラだってことでね、そう、それこれね、ね、なんで、これも自分でもよくわかんないんだけどね、これ前巻僕持ってたはずなんですよね、なんでこれ9巻と10巻しかないんだろうおそらくブックオフに売ったんだろうね。で、このやつは多分、後で買ったとかじゃなくて、多分ね、なんかどっかこちらなんか汚れててね、買い取ってくれなかったんだと思う、これ。だってこんな中途半端な、僕、こんな保存の仕方しないもの、保存って言わないか。ねえ、ってことでね、ピュート福ジャガーさんね。そう、僕はすごい好きなんですけど、非常に面白いってことでね。で、このピュート福ジャガーさんの作者さんって、このジャガーさんが書く前はね、皆さん知っての通りのね、すごいよ、マサルさんを書いてた人なんだよね。これね、多分みんなのね、僕の世代の方は知ってるかと思うんですけどね。これどういう漫画かっていうとね、セクシーコバンドっていうね、格闘もののギャグ漫画なんだけど、その格闘技の名前がセクシーコマンドって言うんだよね。どういう戦い方をするかっていうとね、どんな強い人間でもね、隙を見せたり、油断した時は弱くなるとね。その弱いところを作り出すのがセクシーコマンドの奥義だなって。だから例えばね、どんなに悪役でもね、変身中は待っててくれると。ね。その待ってるところが好きだらけにもかかわらず待ってくれるとね、その隙を攻撃するのがセクシーコマンドの極意だってことでね。それを説明している描写があって、もうなるほどねって話を聞くわけですよ。お、隙見つけた。ボコーンってね、そいつを殴るっていうね。すごいよ、マサルさんの、と、ピュッと福ジャガーさん。ね、ちょっとすごいよ、マサルさんの中途半端だね、これね。これはなんか一巻のなんか総集編。この分厚さとこの大きさでいくとなんか総集編なんだもんね、これね。でもね、前回思ってたんだよ。すごいよ、マサルさんも、ピュッと福ジャガーさんもね。もう言っちゃったのか、なんで、ちょっとね、惜しいことしてないってことでね、そう。うん。ってことでね、でもね、僕ね、結構漫画の紹介、から出してきましたけどね、多分これが最後なんじゃないか少なもっといっぱいいるでしょうね、もっといっぱいいるでしょうね、たくさんね。そうで、僕の好きなアニメ好きなキャラは1位がリョウさんでしょ、2位がラリちゃんでしょ、3位がね、すごいマサルさんとピュート福ジャガーさんで、ピュート福ジャガーさんとすごいマサルさんはね、もうどっちかって言ったらね、これ難しいね。絶食版の絶食ブラザーズ当ページで何回も宣伝している、北条照政は、ね、もう群を抜いて、ね、1位を抜いて、もうチャンピオンですから、北条照政に関してはもうね、山ちゃんのとってもためになる、縦笛教室のお時間でございました。また来週ということでね、縦笛にちなんで、ね。そのうちですね、時間を見つけてね、僕の特技のね、歯笛。うん、今日ちょっと調子悪いかな。うん。うん、ね。この歯笛教室っていうのをやりますからね。ね、タイミングを見てね。うん。これね、
なんだハブエかよって思うかもしれないけど、これ結構ね、重要なんですよ、このハブエ。なんでかっていうと、腹式呼吸じゃないとハブエって出ないの。ね。腹式呼吸じゃなかったら、いくら頑張っても、スッ、スッ、スン、ね。でも腹から息を出すと、腹式呼吸の訓練にもなるこのハーブエ、多分見応えあると思うよ。腹式呼吸じゃないと出さないんだから。ね。これをやるときは腹式呼吸でやりましょうじゃないんだから。歌うときは腹式呼吸で歌いましょうじゃないんだから。腹式呼吸じゃないと歌えないんだから。腹式呼吸じゃないと出せないんだからね。うん、貴重な話で聞けそうでしょ。ってことでね、続きってことでね。はい、また次回会いましょうね。ということで今日はご視聴ありがとうございました。また会いましょう。じゃあね、どうもありがとう。プリンナップクリーミーです。